日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト今日は初級中級上級者に必要なことについてあー時間がない!「日本語コンテペイの時間」今日も始まりました。皆さん おはようございますもしかするとおやすみなさいの人もいるもしくはこんにちは今何時ですか東京は12時半12時半12時半今12時半今12時半,12時半皆さんは何時ですか あああ、うんうんうん、今日も雨ですよ。雨が毎日降ってる梅雨だから。はい皆さんこんにちは日本語コンテッペの時間ですね。元気ですか。僕は元気ですよ。ね、えー、梅雨ですね梅雨梅雨というのはまあ雨がたくさん降る季節。 ですね、レイニーシーズンというか、まあ、冬冬じゃない梅雨梅雨っていいますね日本,日本には梅雨があります、ね、たくさん雨が降るえー、とかなってしまいましたね、はい、いキスじゃないですよ今のはキスじゃない今のはアクシデントです、ね、あの唇のアクシデント、ね、唇のアクシデントちょっとなんかロマンチックなロマンチックな言葉を作ってしまいましたね唇のアクシデント どうですすかか何を想像しますか皆さん <laughs> いいんじゃないですか皆さんがまだねえー、おちょっとメールが入りましたねはいえー、ちょっとね、えー、例えば例えば皆さんがまだ若い人とかね若くなくてもいいですよ若くなくてもいいけど、えー、シングルで、ね、デートをしてる、えー、まあ一方的なのはダメですよ ね一方的というのはまあ、なんかワンウェイはダメですよでもお互いがね、えー、僕も彼女まあ彼でもいいですけど僕ね自分も相手が好きで向こうも自分のことが好きねそういうのが分かったら唇のアクシデントもいいんじゃないですか <laughs> ね唇のアクシデントなんかいいですねね僕はただ単にこう口が で、なくなっちゃっただけなんですけど、あの唇のアクセントね。素晴らしい。なんかロマンチックな響きですね。元気ですか？皆さん元気ですか？僕は元気ですよ。えー、っとまあ雨が続いてますね。雨がたくさん降ってます。まあいいんですけど。ちょっとね。雨が多いな。うん、ちょっともう少しえー、晴れる日もあってもいいような気も気もしますが、梅雨なので。 当たり前ですね。梅雨はたくさん雨が降るね。それが日本です。ね。まあ、梅雨が好きな人もいますよね。梅雨が好きな人。なぜかというとこう雨が降るとね、なんかこう空気が綺麗なね、空気が綺麗になったような気がしますよね。うん。空気が澄んでいるね、澄むっていうのは綺麗なね、空気が澄んでいる気がしますね。澄むってあの 家に住むとか、ね、東京に住むの「住む」じゃなくて漢字が違いますね「住む」なんかピュアな漢字が漢字じ,じゃない、えー、空気がピュアな感じ、ね、それを「住む」と言いますねこう空気が澄んだ感じがする、ね、雨の匂いい、ね、雨の香り、ね、雨の匂いがしますねでアスファルトが濡れた匂いい、ね、アスファルト、えー、日本の道はほとんどアスファルトでできてます ね、コンクリートじゃなくてアスファルトが多いでアスファルトが濡れるとこう匂いがしますね独特のユニークな匂いがします香りがしますでそれがね結構僕も好き、ね、僕も好きな匂いい、ね、アスファルトの匂いうい、ん、まあ雨はいいですよ仕方ないね雨雨でもいいじゃないですかね雨が降ってます皆さんの住んでいるところは今 暑いですか寒いですか、えー、雨が降ってますか晴れてますかうん。あとは何時ですか、ね、僕はさっき言いましたね。今、東京は、えー、昼の12時半。うん。12時30分、ね。半って言いますね。12時半です、えー。僕はもうご飯を食べました。僕は昼ご飯を食べました。昼ご飯は、えー、っとね、 えのきと豚肉ねえー、豚肉が嫌いな人食べられない人ねまあいるかもしれないけどまあ僕は豚肉を食べますねたくさんは食べないけど少しは食べます、えー、豚肉を少しと、えー、えのきを炒めて、ね、炒めるというのはちょっと、えー、まあそうですね 少しだけ油を入れてフライパンの上でちょっとこうまあフライします、ね、少しだけですよでもあのディープフライじゃなくてステアフライみたいな感じですね炒めるね炒めますそして、まあ、まあ簡単ですよそれでマッシュルームとね肉ですねマッシュルームと肉を炒めたもの、えー、味付けは塩と胡椒そして少しだけ醤油をね垂らしましたね醤油を少しだけ たらすっていでのポタッとね1ドロップとか2ドロップぐらいちょっとかける、えー、あとご飯あと納豆納豆を食べましたね納豆僕大好きですよ納豆あとは、えー、味噌汁、ね、味噌汁はインスタントです、ね、インスタントの豆腐の味噌汁ですねえもう食べましたインスタントで豆腐ねそうですよあのフリーズドライみたいなあのなんかこう 硬いね豆腐が入ってるんですけどお湯をかけるとそれがあの美味しい柔らかい豆腐になりますはいちょっとコーヒーを飲みますねで、えー、それが昼ご飯ですね昼ご飯を食べました皆さんは何を食べましたかパンですかご飯ですかパスタですか,ですか肉ですか野菜ですか果物ですか、うん、魚ですか えー、きのこですか僕みたいにねマッシュルームきのこきのこを食べましたか豆腐ねあとは何、えー、て言うかなあのソイソイプロテインソイソイソイミートみたいなねとかいろいろありますよねなんかオルタナティブな、えー、肉まあ野菜でできたね野菜野菜じゃないなグルテングルテンとかあとはソイソイグルテン,ソイ,グルテンソイプロテインねそういうのでできたものとか。 ありますよね天テ天ペ,ペとか、えー、ハンペんハンペテンペえ何、ー、て言うかなスペインで何て言ったかなえー、っとちょっと忘れてしまいましたねえー、あれ何て言ったかな僕はよく食べてたんですけどね忘れてしまいましたもうねうんそういうものテンペみたいなやつですねに似たようなやつやつというのはものという意味ですね似たようなやつ、うん、はいえー、今日のトピックちょっと あのもう早速入りますね。今日のトピックは初級、中級、上級、えー、それぞれの方がやることについてまあやらなければいけないことやった方がいいえ勉強の仕方勉強法ですね。<laughs> 失礼失礼というのはすみませんすみませんねエクスキューズミーみたいな。 はい、えー、ちょっとコーヒーが <laughs> コーヒーがちょっと、えー、気管に入ってしまいました気管というのはあの喉の,なんかあの空気が出る空気を空気がこう出入りする場所それを気管気管と言いますねそこに少しコーヒーが入ってしまいました、ね、風邪じゃないですから大丈夫ですよありがとうございます 心配,心配してくれる人ありがとうございます。ね、風邪じゃないです。えー、っと初級中級上級ですね初級もちろん日本語のね皆さんに話してるから日本語の話です。日本語初級者日本語中級者、ね、日本語あと上級者、ね、あと、えー、日本人とか、まあ、それ以外の、まあ、ネイティブネイティブスピーカーの人がいますね。 で初級の人たちがやらなければいけないことやったほうがいいことと中級の人がやらなければいけないことをやったほうがいいこと上級の人がやらなければいけないことをやったほうがいいことそれは全然違いますよねもちろん違います勉強方法えー、初級ですね初級の人はもうはっきり言って何でもいいです <laughs> 何でもいいな何をやっても勉強になるね それが初級で初級の人に大事なのはやっぱりあのまず日本語ですよね日本語があのすごい難しいって思ってる人が多いのでまずはですねあ,のその、まある意味ピュアになって例えばね皆さんが英語がネイティブの人、ね、例えばアメリカ人の場合、ね、アメリカ人が たくさんあのこのポッドキャストを聞いてくれているので、じゃあアメリカ人の人の,あの例でね、例というのを例えで話したいと思います。じゃあアメリカ人の、わ、まあ、かりやすく、えー、っと、まあ何、何がよくある名前ですかアメ,リカ人アメリカ人の名前たくさんありますからね。えー、アメリカ人の何にしましょうえーまあわかりやすく、えー ロロブ <laughs> ロブさん、ねはい、アメリカ人のじゃあロブさんが、えー、初めて、ね、日本語を勉強する。でここでやっぱりねアメリカ人のロブさんは英語で考えてしまうんですよね。英語で考える、ねえー、だからなんかこう常にねこれ変だな日本語は変だ日本語は変。変変変。変ね なんでこれはこうなんだなんでこれはこうなんだねそういうそういう状況になりますなんでなんでご飯ご飯は半じゃないの何でごっていうの何で米って言わないのとかなんで、ね、じゃあお米お米を食べますねいいじゃんお米でじゃだったらカレー屋に行って「すみませんお米多めでお願いします」とか「いいじゃん」みたいなだってお米ってライスでしょだからみたいなことを 考えますでこれはねダメですこれはダメダメな勉強のアプローチ、えー、正しいアプローチはもうすべてを受け入れるすべ、ね、てをアクセプトするということです、えー、日本人が言っていること、えー、例えばご飯ご飯っていうのはご飯ねご飯を食べますねお米お米を買わなきゃ、ね、お米がない、ね、だから炊く前はお米っていうけどご飯ね食べ物になったらご飯になるね でも例えばお米食べますか、ね、そういうふうになんかこう、えー、お米か米かパンか、ね、パンを食べるか米を食べるか、ね、そういう,なんかこうコンサンプションというかなそういう、えー、話になると米、ね、日本人は米をあまり食べなくなった、ね、米よりは、えー、パンとか麺を、ね、パンとか麺を食べるようになった。 ね、そういうなんとなくこう経済のこととかニュースのこととかコンサンプションのことですねそういう時はコメになったりでまあ頭で理解するのもいいけどもうねピュアにもうすべてをアブソーブするこれが大事ですこれは実は中級も上級も全部同じですけどとにかく初級の人はもう楽しんでください、ね、初級の人はもう何でも何でも目をキラキラさせてねすべてを楽しく面白くね えー、たくさんの単語、ね、たくさんの単語を覚える、ね、もうまずはき基礎基本的な単語を全て、ね、全てというか、まあ、大体覚える、ねえー、北南東西とかたくさんありますよねアメリカの話をする時に僕はあの西の出身ですねアメリカの西海岸出身です僕は東海岸、ね、海岸コースですねウェストコースイーストコースやっぱりそういう話をしなければいけないので 西とかね東は絶対に言えないとダメですね北とか南とかねいろいろなねえそういうもう本当にベーシックなね海の近くね海の近くの町ですとかね海とか山とかねえもうそういうもう本当に全てです全てが大事ね簡単な単語文法ですね文法は 初級の初級の初級の人はやっぱり教科書を使ってもいいと思います。ね、教科書を使って、えー、いろいろありますから、ね、初級用の教科書を使って勉強するのがまあいいんじゃないですかいいんじゃないですかというのはこれはエッセンシャルじゃないけどかなりやっぱりヘルプしますよ、ね。かなり助けますよ。皆さんをね。ということでまあ初級の人は何をやってもいい。教科書をやってもいいし。 ネイティブと話してもいい、えー、もう外国人の先生でももちろんいい、ね。日本語を話せる。日本語を知ってる先生だったら何人の先生でもいいです。とにかくピュアな気持ちで勉強してください。勉強を始めてください。まず英語とは違う。日本語は英語と違うということを受け入れて、ね。それはもうあのファクトですから。もう英語で英語はこうだからとかじゃなくて日本語だけで、ね、日本語を楽しんで 日本語だけというのはその日本語は違うそれは違いますよね違うで違っていいねえー「いただきます」とか、ね、別に英語に訳す必要はないです英語だと「いただきます」って何もう英語はどうでもいいです、ね、日本語を聞くそして日本語を覚えるこれが初級の人はもう何をやってもいい中級ですね中級中級の人は中級というのは日本語で中級ですからね日本語の中級は えー、日本語検定で、まあ、3級とか2級ですね3級2級の人2級も中級です2級は上級じゃない2級は中級です、えー、3級とか日本語検定四、まあ、級四級,、まあ級まあ、3級と2級か3級2級の人 JLPT3 級2級の人この人たちはあのもう教科書は終わってます大体ね教科書終わってる日本語の学校も1年とか2年もう行ってるはずです そういう人はもうね教科書はちょっとやらなくていいです教科書はやる必要がないこういう人はですね僕のポッドキャストでを聞いてる人で一番多い人たち聞くのはわかるちょっとわかるけど話すとダメね話せない話すことができない中級の人はもっと話さないとダメですもっと話さないともう一度簡単な 文法や簡単な単語だけで1時間とかね。ネイティブと話が続けられる。これが大事です。この練習をたくさんすることが必要です。だから僕は哀悼記で教えてますね。哀悼記で僕と1時間ですね。もっとゆっくり話しますよ。だから大丈夫ですよ。1時間哀悼記でネイティブとネイティブの先生と1時間話をする。これが大事。 普段はたくさん聞くたくさん読むねえー、そして、えー、たくさん話をする実践です練習中級の人はスティオリーじゃなくてもう少し練習プラクティスをしないといけないね初級とは違いますもうね教科書を見直すとかそういうことではなく実践ですねプラクティス実践と練習は同じ意味実践をしなきゃいけない練習をしなければいけない 実際に日本語を使うで使えばあの自分がねあの分かるけど喋れないあの聞くのは分かるけど話すのが苦手ということにまた気が付きますで話すのが苦手だったら話さないとダメです、ね、たくさん話をするでまあ恋人でもいいですし友達でもいいけど1時間待って まとまった時間をね、作って1時間話をするというのは結構難しいです。あの友達の場合、えー。日本語の勉強をするためだけに友達にね、毎週会ってくださいとか、ちょっと難しいです。で、ラング g u a クスチェンジインテルカンビューですね。は僕はちょっと微妙だと思います。なぜかというと、あのー、まあ、 僕はね、僕はあんまり好きじゃない。僕はですよ。僕はあんまり好きじゃない。僕はこの人とは日本語で話す。この人とは英語で話す。というのをちょっとね、はっきりするのが僕は好きです。僕はあの、例えばね、1時間あって30分日本語、30分英語ってやると、自分のなんかこう、なんていうのパーソナリティがちょっとね、混乱します。<laughs> 英語の自分と日本語の自分、ちょっと違いますからね。 だから日本語だったら日本語で話したいし英語だったら英語で話したいその人とはねあまりこう30分30分っていうのはあまり好き僕は好きじゃない、ね、これあの分かる人いますよねこれあのあ僕もそう思うっていう人がいますね上級の人上級というのは日本語検定も2級1級、ね、2級の人でも上級の人はいます確かにでも1級を取った人とかもう,もう1級を取る人 でえー、日本でも,もう仕事をしていたり、ね、この日本語コンテッペを聞いてくれている皆さんの中にもいますよね。もうがあの働いている人、日本で働いて日本語だけで生活している人、えー、日本人と結婚している人もいるかもしれない。でも、ネイティブではない。ネイティブとはちょっと違う。ね、そういう人、僕の友達にもたくさんいます、えー。上級者。上級者に必要なのは、これもまた練習です。ね 上級者は、えー、もっと深い話をしないといけないです、ね。深い話。毎日のこととかじゃなくて、それだけじゃなくて、政治の話、経済の話、ねえー、そして、えー、アートとか、ね、仕事の話、そういう深い話、ね、もっと難しい話をネイティブとする。ネイティブといっても僕のような、えー、教養のある <laughs>、えー、インテリジェントな、えー <大>人 <laughs> ねそういう僕みたいな人と、えー、たくさん話をするなので上級者も愛登記大歓迎ですからねどんどん連絡をくださいそれではまた皆さんチャオチャオストレーゴバイバイ